2015年の阪神タイガースは2015年の阪神タイガースの動向についてまとめる。2015年の阪神タイガースは和田豊監督の4年目のシーズンである。2014年シーズンは7月以降優勝争いを繰り広げたが9月上旬に6連敗し失速。和田監督の続投は不透明になっていたものの最終的には続投が決定した。 戦力面では、荒井高弘が自由契約を申し出て、広島に復帰し、久保田智之が引退、海外 FA を宣言していた、鳥谷隆の残留が決定した。FA 市場で、金子千尋、中島博之、成瀬義久等の獲得を狙ったが、ことごとく失敗し、目立った補強ができなかったことから、戦力不足を不安視されながら、シーズンを迎えることになった。 シーズンに入ると、厳しい戦いが続き、5月終了時点で、首位 DNA と5ゲーム差とで遅れたが、交流戦に入ると、セリーグのチームが苦戦する中で唯一交流戦を、勝ち越し、6月には首位に立った。7月、8月で貯金を着実に、重ね上位争いを続けていたが、9月半ばになると、首位争いをしていた、ヤクルト、巨人に連敗し、優勝が、 絶望的になった。その後の広島とのクライマックスシリーズ、進出争いでもチームの調子は戻らず、自力でのクライマックスシリーズ進出が消滅。阪神がレギュラーシーズンを終え、広島が最終戦を勝てば、クライマックスシリーズ進出という状況で、広島が敗れたため、阪神のクライマックスシリーズが決定した。クライマックスシリーズでは、第1ステージで巨人に敗れ、 シーズンを終えた。6月以降首位争いをしたため和田監督の続投も一時は有力視されていたが、3年連続で終盤の9月に大失速していることを問題視され結果的に退任に追い込まれた。投資コーチの中西義樹、山口隆打撃コーチの関川光一、高橋光信、守備総類コーチの山脇孝二、風岡直之、二軍バッテリーコーチの吉田康夫、 二軍打撃コーチの八木博士の八コーチが解任された。公認監督に OB e の金本智明が就任した。なお、この年は三年目の藤波慎太郎が14勝を挙げる大活躍をしたが、優勝争いのために中5日登板を繰り返したことは、後の故障と翌年以降の不調をもたらすこととなった。本節では、 前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、対談の挙手は、スポーツ関連及び芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身したか、挙手不明を示す。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。色付けは規定等級回数以上の選手。 ありがとうございます。